アメリカ大リーグエンゼルスの大谷翔平は日本時間の4日アメリカテキサス州ヒューストンでのアストロズ戦に1番指名打者で臨み、5打数4安打2打点で、あと本塁打が出れば2019年6月以来となるメジャーで自身の2度目のサイクル安打達成という活躍だった。エンゼルスは6対9で敗れ3連敗となり、昨年の世界王者との圧倒的なチーム力の差を痛感してしまうゲームが続いている。そんな中でも投手としては手痛い敗北をしながらも、打者としてもここまで数試合無安打だった大谷がアストロズとの一戦で復調を見せてきたのは一体なぜなのか。その背景をこの試合後にマイク・トラウトが語った。今回は事の詳細とネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。エンゼルスの大谷翔平投手は日本時間の4日敵地で行われたアストロズ戦で4安打2打点をマークした。投打同時出場から一夜明け、サイクル安打に王手に迫る躍動。アメリカのメディアも称賛が止まらなかった。エンゼルスの地元放送局バリースポーツウエストでレポーターを務めるエリカ・ウエストンさんは、翔平大谷はサイクルならず最後の打席で安打、しかしながら昨夜マウンドに上がった男が4安打と驚いた。またエンゼルスの地元放送局バリースポーツウエストの試合後番組で司会を務めるケント・フレンチ氏は、得点圏に走者を置いた状態で大谷の打席を見たいものですが、大谷は典型的な先頭打者です。なぜなら彼にはスピードがありパワーもあり、打球をフェアゾーンに飛ばせます。そして長打も打てます。一塁か二塁に出塁したら守備にプレッシャーをかけることもできますね、と簡単の声を上げた。大谷は初回の第1打席で中前打を放つと、3回1し1塁の第2打席では右中間を破る敵地3塁打を放った。第3打席は2ゴロ併殺に倒れたが、7回1し1、2塁の第4打席で左翼フェンス直撃の敵地2塁打で、サイクル安打まであと本塁打のみとした。期待を一身に背負った9回の第5打席は右前打。自身2度目の快挙とはならなかったが、安打を量産した。投手として5失点をした上で敗北という手痛い経験をした中で、打者としては復調してきた印象を与えた大谷。一体何があったのだろうか。エンゼルスの主砲マイク・トラウトが試合後にインタビューを受け、その中で大谷の復調について語った。トラウトはまず今日の試合展開について聞かれると、見ての通りチーム全体での完成度の差を痛感している。アストロズは非常に素晴らしいチームだ。昨日のゲームでもそうだが、選手やフロントがそれぞれ目的を持ってそれを徹底的にこなしている。我々も以前に比べてチャンスを作り出してはいるが、私自身も含め思った通りに点数に結びつけられていない、と分析。昨日の投手としての敗北から打者として4打数2打点をマークした大谷について聞かれると、彼は本当に素晴らしいと思う。昨日のピッチングは褒められるものではなかった。そのことを翔平自身は自覚しているし、いろいろと考えている様子だったよ。でもそこから気持ちを切り替えて今日に臨んでた。私やフィルにも打撃フォームについて翔平からアドバイスを求められた。驚いたのは彼はそれをすぐに取り入れ、ゲームの中で成果を出したことだ。負けたことにうなだれずに次につなげる彼の姿勢、行動、心構えには学べることが多い、と昨日の試合後から今日の試合開始前までの大谷の様子についてコメントした。不調に悩まされているに二刀流スーパースターにとって復活に向けた兆しが少しずつ見えてきたこのゲーム。しかしながら第1戦が2対5、第2戦が2対6、第3戦が6対9と3連敗だ。ブラム記者は、まだ先は長いが、明らかにエンゼルスはアストロズのレベルのチームではないと断じている。第2戦は大谷翔平とフラムバー・バルデスのエース対決。5月9日に続く同じ顔合わせとなったが、やり返せなかった。ネビン監督、走者は出したしチャンスはあったが、3度の併殺で反撃のチャンスを積まれた。それが偉大な投手のやること。我々はああいう場面でもっとうまくやらないといけない、と唇を噛んだ。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。休養してほしいと思ってたけどすごいね。でも登板前日は休養するか、
試合には出ず対戦相手の対策に当てるとかした方が良いんじゃないかと思う。ここ数試合の投球結果から考えると、投げた翌日に休むより投げる前日に体を休めて力を蓄えた方が良いように思う。ヒット打って悲しませる男とはうまいこと言う。願い湧くばサイクル達成した上でチームが勝ってた、すっきりしたけど、個人的には今季のどこかでバルデスからホームラン含めた複数安打を奪ってリベンジしてほしい。ついに貯金が底をついた。貯金が3から5はあった時はまだプレーオフの可能性が見えていたが、ここから貯金を10くらいまで増やすのはかなり厳しい。そうなると大谷の夏までの放出が見えてくる。この際そちらが気になるので、借金生活になっても大谷の個人成績と FA 先がどこになるのかという楽しみは残るので、それでもいいです。サンドバルの怒りもわかるが、自身もしっかりベースカバーできていなかったのだから仕方がないと思う。やはりアストロスと試合をするとミスの数やチャンスに畳みかける力などでチーム力が違いすぎるのがよくわかる。今シーズンは出足はのんびりしていたが、やはり力があるのでじわりと本領を発揮してきた感じがする。一杯一杯のエンゼルスとはシーズンを戦う余裕や戦い方が違うと思う。コレアやスプリンガー、バーランダーなどが抜けてもしっかり的確な補強で遜色ない戦力が整うのは、フロントのチーム方針がしっかりしているからなのか。レンジャースも今年はしっかりした補強でチーム力は強力だが、アストロスと入れ替わるのは時間の問題だと感じる。やはり強いチームに当たると大谷選手もサンドバル選手も打ち込まれてしまう場面が多くなっている気がします。それにしても今年のエンゼルスは満塁のチャンスで打てないのが気がかりです。結構打ってるイメージはありますが、アストロズをはじめ強いチームは勝負所での戦い方というのをよく分かっている気がします。アストロズを見ていると、彼らの年俸は決して高いわけではありませんが、プロとしての意識の高さがうかがえます。それはチームの連携面でも徹底されており、ベーカー監督もどんなに不調な時でも打順を変えることはしませんし、メンバーそれぞれが役割を認識して見事に遂行しています。つまり勝つための戦略や勝者としてのメンタリティが備わっているのです。ここ最近ではメッツをはじめパドレスといったお金を持った球団が増えてきており、年俸目当てに高い金額での契約を目指す選手が増えています。エンゼルスのトラウト選手やレンドン選手もそのうちの一つと言えます。そんな中でもアストロズやレイズ、レンジャーズのように年俸がそこまで高くなくてもプロスポーツ選手として高い意識を持っているチームは強いことを、今日のアストロズは特に証明したかのように感じました。この動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンを押してくれると、今後の動画の励みになります。ではまた、お会いしましょう。